時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。盗まれた村の宝珠を探し世界各国を放浪しているグリーンヘルの勇者タムタムは、横島な気配が海を隔てた遥か東に潜んでいることに気づく。混沌と渦巻く邪気の中に宝珠ファレンケストーンが放つかすかな波動を感じ取り、タムタムは大海原へと旅立つのであった。なんだここ、お前誰だ。タムタム、変な場所、迷い込んでしまった。でも邪気の気配近い、どこかに石あるはず。舞の最中に壇上に踊り出るとはなったる無粋。しかし見ればなかなかの面構え。この京四郎、血肉の舞にてお相手いたしやしょう。タムタム VS 千両京四郎、いざ尋常に最終戦勝負。バグナバグナ、神の裁きだ、バグナスティアスだ。勝負あり。完勝、勝者タムタム。ここにも石なかった。でもこの先から強力な邪気感じる。タムタム、神の戦士、絶対パレンケストーン取り返す。なればいい。静か千年桜。つらい、苦しい、憎い、何もかも滅べ。今では横島なき空覆い尽くしてしまう。俺神の戦士、この地に明るき太陽取り戻す。タムタム VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。
あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。気づけばタムタムは見知らぬ景色の中に佇んでいた。異界の光景と浄化の光はすでに消え、代わりに美しい桜が辺り一面を包んでいる。驚いたのもつかの間、彼は慌てて石を探し始める。桜吹雪に包まれながら一昼夜必死に辺りを捜索し続けたタムタムであったが、結局パレンケストーンは見つからなかった。こわばる指で仮面を外したタムタムは木陰で大きく息を吐く。この激闘で仮面にかなりの力を吸われ、体力は限界寸前まで来ていた。果たして自分はこの異国の地で使命を果たすことができるのだろうか。胸に刺す不安を振り払うように彼は大切な故郷を思い浮かべた。聖なる石を失ったために村では今も多くの人が苦しんでいる。愛する村を救えるのは神の戦士たるタムタムだけなのだ。大切なものを守るためタムタムは再び立ち上がる。パレンケストーンを探し出し、再び村に平穏を取り戻すために。